の？そうだよ。いろんな番組が見られる最新型なんだ。へー。あ、桃太郎だ。あれ？いつまで経っても桃太郎が出てこないよ。あ、桃太郎が鬼に捕まっちゃったんだ。桃太郎だけじゃないよ。他の昔話の主人公たちも捕まってる。このままだと世界中の昔話がめちゃくちゃになっちゃうよ。大変だ。助けに行かなくちゃ。アンキパン。Thank you.
ちょっと怖いな。
昔話をめっちゃくちゃにしてみんなの夢を壊すなんて許さないぞ。夢だってよく目を見開いて世の中を見てみるがいい。自分の欲だけのためにみんな悪いことをしてるじゃないか。最後には悪が勝つことになっているんだよ。子供のうちにそのことに気づいた方がいいんじゃないのかい。なんだと、そうかもしれないけど。違うよ。僕は絵本を読んでいろんなことを教わったんだ。それに夢がなくなったら僕はいつまでも夢を持っていたい。のび太さん、私も。何をこしゃくな。Thank you.
悪い人じゃないとね。またお話がおかしくなっちゃうよ。そうだね、また悪いことをするなら許してあげるよ。え、本当かい？また悪いことしてもいいんだね。ありがとうよ。また遊びにおいで。魔女さんって本当はいい人なのかもしれないわね。本当に悪い人なんてきっと一人もいないんだよ。